はい、サソリ座の皆さん、こんにちは。なつきです。いつもご視聴、コメント、高評価、それからチャンネル登録もありがとうございます。励みになっております。今回からですね、やっと星の動きを合わせて、お伝えする準備ができましたので、いつも前半と後半の動画を2つ出しているんですけれども、前半のみこちらの星の動きを解説しながらリーディングをねやっていこうと思います。もちろん星だけの動きもそうですけれども、カードのリーディングに加えて説明をしていけたらなと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。そしてですね、惑星の動きによってやっぱりその星座のその月のテーマみたいなのがそれぞれ違ってくるので、そちらを一度説明させていただいてからシャッフルに入りたいと思います。はい、で11月の、サソリ座さんなんですけれども、こちら太陽がサソリ座さんから見て1番目の部屋に位置しているので、ここは11月スポットが当たるというような読み方になります。まあ、太陽がね位置しているので、この1ハウスというのが、自我ですね、自己実現とか自我、自分の自身の思いっていうのを表す部屋になるんですけれども、そこに太陽が入っているので、サソリ座さんにとってはやっぱり自分をどれだけ出していくかとか、自分の思い、自分がこれからどうしていきたいかっていう自分の欲みたいなところにスポットがすごく当たる月となっています。なのでやはり自分が本当にどうしたいかとか、そういうことに立ち返る方もいらっしゃるかと思いますし、自分自身に世間から注目を浴びるようなことがある方もいらっしゃるかもしれないです。自己という部屋に、まあ、この自我を表す太陽が入っているので、すごくね、自分自身がキラキラ輝く月というふうに考えていただいて良いかなと思います。またそういうことに少し懸念があったりとか、少しそういうふうに自分の思いを前に出すのはちょっと恥ずかしいなとか、いつも抵抗があるなっていう方は、惑星からのね後押しがとてもある月になりますので、その一歩の勇気がね出せる時なのではないかなと思います。はい、ではそれを踏まえてカードリーディングもしていきたいと思います。
はい、それではカードが出揃いましたので順番に見ていこうと思います。私は聖地と逆位置を読みますのでシャッフルを編集に入れてるんですけれども、リーディングからご覧になりたい方はいつもタイムスタンプをご用意してますので、そちらから飛んで好きなところからご覧になってください。はい、ではサソリ座さんの11月前半の運勢ですね。まずは現状を見た後に11月前半の全体的な総合運、仕事運、それから最後に恋愛人間関係を掘り下げていきたいと思います。はい、それではサソリ座さんの今の現状ですね。プリンセスオブペンタクルス、トゥーオブワンズ、それからチャリオットは逆位置で出てますね。そうですか。サソリ座さんの、まあね、結構ちょっとつ盲信というか、一個決めたら我を忘れるかのように突き進んだり、こう集中できたりするっていう力を持っている星座さんなんですけれども、その勢いみたいなものを少し自分の力で抑えてるっていうような感じがするんですよね。明日を見て今少し計画を確実に練っているっていうような段階なのかななんていうふうに思いました。少し立ち止まって一回どういうやり方が一番効率がいいのかとか、未来に対してのビジョンをもう少し具体的に考えてみようとか、そういう感じがあるんですよね。しかもプリンセスオブペンタクルスなので、多分すごく気持ちというか思いみたいのが強い感じがあるんですよ。そこの先に秘めた思いっていうのにすごく重点を置いているからこそ、今立ち止まってみようみたいな、そんな感じがとてもあるんですよね。それかその未来に向けて深く深く考えていることに対して、もっと深く掘ってみようとか、もっともっと調べてみようとか、そういうところに注力が注いでいてて、行動するっていうことに対してはまずストップをかけているっていう状態なのかななんていうふうに思います。何せこうサソリ座さん自身のすごく強い思いみたいのが心の中ですごく膨らんでるっていう感じがあるんですよね。とても前向きですし、サソリ座さんの精神的なバランスというところで言うと、とっても今はいい状態なのかななんていうふうに思います。自分自身をちゃんとコントロールできている感じも受けますし、サソリ座さんなりにすごく計画を練っているっていう感じがあるんですよね。いいですね。ここからのこう開き方がまたこの計画通りに行ったりとか、サソリ座さんの思いがね、またいろいろと変わってくるような感じもありますので、ちょっと気になるのでね、先も見ていきたいと思います。はい、では11月前半の全体的な総合運です。キングオブペンタクルス逆、キングオブペンタクルスの正位置とエースオブカップですね。いいですね。すごくこの今計画していることがちゃんとちゃんと実りそうな感じは本当に出てますね。そしてその結果が出たりとか、新たなこう自分のフェーズに行くことによってまた新しい気持ちが生まれてくるっていう風に言われています。いいですね。こう目前の成果みたいなのは多分結構すぐ出るんじゃないかなと思いますし、今現状を考えていれば考えているだけ、練っていけば練っていくほどにその成果は上がっていくんじゃないかなというふうに思います。でもまだその取れる余白があるなとか、ここまですればこういった利益が生まれるなとか、価値が生まれるなっていうのはもう11月前半に結果を出したところで、サソリ座さんもなんとなくそれが見えるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。まだまだいける余地があるというか、はい、まあ、そういうところが、新たな気持ちなのかなっていう感じもありますけれども、積み上げてきたものとか、今までこう計画を練ってきたものに対して確実な結果は出るんだと思うんです。ちょっと補足も引きながら星の話を交えたいと思いますね。リバースデスのカードですね、の逆位置ということで、いいですね。やっぱりそこからまた生まれ変わるようなことになっていくんだと思うんですよ。今この計画して、そしてそれが結果となるっていう段階でも、割とこういつもとは違うフェーズにいるのかなっていう感じはとってもありますけども、やっぱりガチャッとね、こう一面から二面に行くみたいな感じで、生まれ変わるような、切り替わるようなことがその後起こっていくんだと思うんですよね。いいですね。とってもこう何かターニングポイントのような感じも受けますね。
その話をすると、まあ、自我というところ、自分がどうしたいか、自分というものに対してどういうふうに考えるかっていうところにスポットが当たるよっていうふうに冒頭でお話をしたんですけれども、知識や情報伝達、コミュニケーションの彗星という星がサソリ座さんから見て2番目の部屋に入ってるんですね。で、2番目の部屋っていうのが、まあ、お金とか所有とか、あとはまあその自分の物理的な価値というものに当たるんですけれども、そこにやっぱりコミュニケーション力がある彗星が入っているっていうことは、自分の価値あるものとか、まあ、あるいはお金とかそういったものを手に入れるためにはどうしたらいいのかっていうことに対して、まあ、情報が得られたりとか、そういうことを、人に伝えることで、まあ、新たな縁が生まれたり、何かこう後押しするようなご縁があったりとか、そういった行動に対して、後押しがあるっていうふうに言われているんですよね。何かこの、サソリ座さんが新しく抱えている思いみたいなことが、例えばもしその物理的な価値に向かうものだったりするのであれば、やはりそこで取れるコミュニケーションっていうのはとても円滑になる月というふうに読めるんですね。ですので積極的にこう人に話して伝えてみたりとか、まあ、そこの情報を取るっていうだけでもかなりこう円滑に進むんだろうなっていうのは星の動きを見ていて思うんですけれども、そういったところにまたご縁がつながっていったり、そういう後押しもあるので、ぜひ人との出会いとか、そういう知識とか、あの自分の価値につながりそうなものを持っているような人には、積極的にねちょっと話しかけていってご縁をつなぐっていうこともされたらいいのかなというふうに思いました。はい、ではオラクルカードも引いてみたいと思います。ニュームーンいいですね。始まりのカードなので新月というカードがとてもぴったりなような感じがします。I harness the energy of the new moon to set fresh intentions ということで、また新しい感覚をですね呼び起こしてくれるんだと思うんですよね。その予兆はすごくありますし、まあ、ここでもエースオブカップが出てますので、何かやっぱり新しいことに気づいたりとか、新しいフェーズに行くんじゃないかなというふうに思うんですよね。何かを始めるにはねとってもいいと言われている新月なんですけれども、そちらのカードが出ていますので、やはりねターニングな時期に入っていくんじゃないかなと思います。その時にね感じるサソリ座さんの思いとか、これから向かうビジョンとかっていうのをね強く願うっていうことをぜひしていただけたら良いかなと思います。はい、ではお仕事を見ていきたいと思いますね。ザ・ユニバースの逆、ザ・ムーンの正位置、それからフォー・オブ・ワンズの正位置ということで、いいですね。とっても豊かですし、何かやっぱり自分の中で完結とは言わなくてもすごくいい状態にお仕事持っていけるんだと思うんですよ。その中にもやっぱり不安みたいなものは半々ぐらいあるかもしれませんが、それはなんかやっぱりこう幸せすぎてこの後悪いこと起こるんじゃないかとか、そういう不安ってなんかたまにあるじゃないですか。そういうことなのかなというふうにムーンを見てて思いました。まあいろいろこう運気が上がったり下がったりっていうのは人生の周期なので、悪いことがずっと続くわけでもないですし、まあいい状態がねずっと一生続くかって言ったらそういうことはまあないので、まあそういう不安というかねそういうことなのかななんていうふうに思ったんですけれども、今の状態的にはとてもいいです。11月前半、ビジネス的にはすごくいいですし、何かこうさそり座さんの納得いくようなところまで、成果を持っていけるんじゃないかななんていうふうに思うんですよね。このあとこのやり方でいいのかなとか、これをずっと続けてていいのかなっていう不安はもしかしたらあるかもしれませんが、11月前半からまあいっぱいぐらいにかけては、いい状態はねとても続いていくと思いますし、今までのサソリ座さんのやり方で大丈夫だと思います。ちょっと補足も1枚引きたいと思いますね。ストレングスの逆ってことでいいですね。やっぱりこう自分の精神的な力みたいのは後々ご自身で実感できると思います。それがやっぱりまだすごくいい状態だけれども自分の中で納得がいかないのかもしれないですね。11月前半は俯瞰してみたらめちゃめちゃいいじゃんっていう感じで、あの他者から見られるという感じですかね。こうサソリ座さん自身だけがこうちょっとやっぱり完璧を求めていって
て、なかなかこう完全にはいかないと納得できないなっていうふうに感じるかもしれませんが、十分豊かですよ。不安とかもいろいろ抱えるかもしれませんが、とても豊かですし、その自分のね、精神的な力とか今までやってきたものから培えたものっていうのが、自分の中で実感できるのはね、もう少し後なのかなっていうふうに思いますが、ちゃんとついているので大丈夫です。で、星の話を少し交えますと、サソリ座さんから見た10番目の部屋が、お仕事に当たるんですけれども、そこに行動の星火星が11月滞在してるんですね。なのでやはり自分の欲しいものとか欲しい案件とか、こういうことは成功させたいっていうところに火星というね、行動の星が後押しをくれますので、少し勇気がいることでもきっと動けると思います。そこの行動をすることで何か得られるものが絶対ありますし、ビジネスはね、とてもガツガツいけそうな感じはするので、すごくカードで見ても豊かですけれども、少し不安な気持ちがあっても、行動力に変えてね、進んでいけば大丈夫かと思います。まあ、先ほど申し上げた、2番目のね、お金というところにも彗星が入っていますので、何かこうコミュニケーションも円滑にできるんだろうなっていう感じがとってもありますし、サソリ座さんのね、こう一個決めたら貫いていけるその性格がとてもいい感じに結果を残せるんだろうなっていうふうにとっても思いました。いいですね。オラクルカードも1枚引きたいと思います。エナジーいいですね。火星の赤とちょっとリンクするものがありますね。やっぱりそのサソリ座さんのパワフルなスタミナっていうかね、そういうところが、ビジネスにきっと、まあ、11月前半に関してはすごく力を発揮するんだと思うんですよね。それはこう不安みたいなものをちゃんと超えられるほどの集中力だったり行動力だったりするんじゃないかなっていうふうに思います。今結構ね、現状もすごく考えている感じがありますし、まあ、ムーンのカードも出てたので、精神的にはいつもよりかは少しグラグラしてるのかなっていう感じも受けますけれども、俯瞰してみた時にすごく強いし、結果も出せているし、ちゃんと進んでいるなっていうふうに思いますので、ぜひね、自分に自信を持って、行動に変えていただけたらとてもいい結果になるんじゃないかなと思います。はい、では最後に恋愛人間関係を見ていきたいと思います。オーブソーズ略、ザ・スターの略、それからキングオブウンズの略ということで、いいですね。こう恋愛人間関係に関しては少し穏やかな空気が流れそうだなっていう感じがあります。決してこう何もないわけではないんだけれども、すごく穏やかでありつつ、カップルご夫婦の方、パートナーさんいらっしゃる方は、お二人の中のそれぞれの思いが強くなっていくっていう感じがあるんですよね。口には出さずとも、やっぱりすごく日々を大事にしている感じがあって、いつもこう感謝してるよっていうのをお互いがお互い思っているっていう感じがあるんですよね。それはこう今まで大変だったこともあるとは思いますし、こうその気持ちをね、口にするしないとかで、揉めたりとか、そういうこともあったかもしれませんが、やっぱりこう、まあ無償の愛というような、何も言わなくてもちゃんと思っているよっていうことを、なんかお互いがお互い今認識できているっていう感じがするんですよね。とっても穏やかだけど強い感じがとってもあって、いい関係性だなと思いますし、そんな風に慣れていく11月前半なのかななんていう風に思いました。カトム中の方もね、なんだかこう心が通っているなっていう感じがあるんですよね。お相手の方もあまりこうあからさまに口にはしないけど、多分思い合ってるんだろうなっていう感じもあって、まだそのままの方がいいような感じがしますが、心はこう向き合ってるっていう感じがあるんですよね。探していらっしゃる方もちょっと今までいろいろお疲れだったのかなっていう感じもありますし、ちょっと活動をやめていた方もいらっしゃるかもしれませんが、そこにもう一回注力が入るような感じがとってもありますね。ここだったらなんとなく行ける気がするなとか、この場所だったらなんか出会える気がするっていうような、そういう感覚が自分の中に生まれてきそうな感じがするんですよ。なのでそういうこう自分がちょっと狙った出会いの場とか、まあ相談所とかでもいいんですけど、そこになんかちょっと
信めいたものを持てるっていう風に言われてるんですよね。ちょっと補足も引いてみたいと思います。スリーオブカップスの逆ということでいいですね。なんかこう出会いはこう他者を交えた楽しいところにありそうだなっていう感じがありました。そしてやっぱりこうカップルご夫婦の方とか、まあ、片思い中の方とかは今対相手2人として、関係をやっぱりこうね、深く持っているっていう感じがありますが、そこに他者が入ってももう全然大丈夫っていう感じがあるんですよね。後々やっぱり、みんなで遊んでいてても あんまりこう2人で大勢の中でいる時にいることがなかったとしても2人の思いはちゃんとつながっているなっていうのが、なんかこういうところに行くことによって確信めいてくるっていう感じがあるんですよね。なのでやっぱりこの2人の関係の強さっていうのは変わらないんですよ。そういうふうにこうなんか静かに静かに実感していく時期っていう感じがありますね。そう、片思い中の方はね、いい流れが来てるんだと思います。もう少し置く方がいいかなとは思いますが、こう2人でいるところから、まあ、少しみんなと遊ぶっていうことになっても、やっぱりなんかちょっとお互い気になる存在だよねっていうのはなんとなくこう心で感じるような、そんなちょっと楽しい時期にね入りそうかななんていうふうに思いました。はい、はい、最後にオラクルカードも引きたいと思います。ストレングスいいですね。力というカードが出てきました。なんだかとてもリンクします。精神的な力ということを意味しますので、やっぱりこう真に内々に秘めた精神力というものが恋愛の中でも上がってくるんだと思うんですよね。言葉にしなくてもいいような、自分で実感ができるような自分の精神の強さっていうのは、まあ、相手にも感染しますし伝わるものでありますので、そういったところにね、またサソリ座さんの魅力がぐっと一個また引き出せるんじゃないかなと思います。そういうものを生み出して、また相手が魅力的だなというふうに感じる人になっていけるんじゃないかなと思います。いいですね。いいこうサソリ座さんってやっぱりスタミナがあって、すごく一つの物事に対しての集中力とかがすごいんですけれども、なんかそこがこうまたより深くなっているような感じがしますので、11月前半ね、少しターニングな期間でもありそうですので、とても応援しております。2025年からもねすごく楽しみですね。はい、では、最後にこちらのオラクルカードから1枚メッセージを引いて終わりにしたいと思います。もうインナーチャイルド、こっち側星座さんでも出てきたんですよね。いいですね。今までやっぱりこうインナーチャイルドなのでね、子供の頃に願っていたようなこととか、昔から実は自分ってこうだったなとか、本当はこういうことをしてもらいたかったとかね、そういうものを思い出したり立ち返ったりする瞬間とか、そこに気づく瞬間っていうのはやっぱり大事なタイミングだと思うんですよね。なかなか普段気づけなかったりとか、そういうことが降りてくるっていう時もあまりないかと思うんですけれども、そういう気づきもあるかもしれないです。やっぱりエースオブカップとかも出てましたし、これからを作り上げていくような時期になりそうなので、まあ、そういったところをね気づいた時にはぜひそこも組み混んであげてね、これからを形成していくと今までの自分も癒していけるんじゃないかなというふうに思います。やっぱりね、あの星の話でも最初に申し上げましたけれども、やっぱりこの自我っていうところ、1番目の部屋の自分自身自己実現、自我っていうところに太陽が入っているっていうのはとてもやっぱり強くてキーになるような期間なのかななんていうふうに思うんですよね。なのでこう自分のことに対して立ち返る時間とか、まあ、これからもそうですけれども、過去のこと、まあ、自分がどういうふうに傷ついたかとか、どういうふうにしてあげたらこれからの自分は傷つくことなく、まあ、自分で癒していけるんだろうとかね、そういうふうに考えることもすごく大事なのかなと思います。はい、11月ねすごく充実した月になりそうなので、サソリ座さんなりにねこう行動に移して、こうこれからの人生を作り上げていけていただけたらよいかなと思います。は
はい、ではちょっと星の話をですね交えながら初めて説明をさせていただいたので伝えない部分もあったかもしれませんが、ご容赦ください、これからもねちょっと分かりやすく組み込んで伝えていけたらと思っていますのでどうぞよろしくお願いします。はい、ではここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でもお会いできたら嬉しいです。失礼します。